皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。我が家の方もですね、こんな感じで、雪が降りまして、ただそんな中ですね、また自分の車は夏タイヤのままなもんですから、まあ、このままではちょっと車を出すわけにいかないんで、冬タイヤに変えたいと思いますけれども、まあ、なんと冬タイヤですね、この前日に届いたばっかりです。はい、今からまあ梱包をちょっとね、解いて、早速タイヤ交換の方をしていきたいなと思います。今回購入したタイヤは横浜のジオランダー ITS なんですけれども、まあ、今回はといいますか、今回もなんですね。こちらにあるのが、前履いてた冬タイヤなんですけども、完全に、溝がほとんどなくなっちゃいまして、もう冬タイヤとしても、まあ、普通タイヤとしても使えない状態なんで、まあ、急いで買い替えたわけなんですけど、まあ、さっきのやつが2013年製で、こっちはまあ2014年製のまあ中古になるんですけどね、まあ、一応溝はしっかり残ってて、まあ、タイヤのひび割れもまあほぼないような、まあ、一応状態のいいものを中古で買うことができました。でちなみに、はい、ご覧のようにですね、ホイールとセットになってます。はい、まあ、最初はタイヤだけ買ってそっちのホイールに、組み替えようかと思ったんですけど、なんかめんどくさくなっちゃったで、もうホイールがついてるやつを買いました。